まず、柳瀬参与員の21年衆議院での意見陳述を聞いてください。インドシナ難民の定住や教育の支援からスタートし、現在41年目の活動になります。例えば、シリア難民、避難民が生活しているトルコにおいて、また、ロヒンギャ難民が避難しておりますバングラデシュ、それは個人個人のご寄付をはじめ、日本政府、国連や国際機関、その他の内外の助成機関から資金を約年間約20億円いただいて、その予算で運営しています。では私が難民審査参与員として経験したことについてお話しいたします。参与員制度が始まったのは2005年からですので、私はすでに17年間、参与員の任にあります。その間に担当した案件は2000件以上になります。2000人の人と1対1で、1対1じゃなくて3対1ですね、そういう形で対面でお話ししております。一次市民の難民調査官による結論を覆したい、で難民と認定すべきと判断できたのは6件だけです。2000件に対して6件だけです。また難民とは認められないものの、人道上の配慮が必要と考え、在留特別許可を出すべきと意見を出しましたのは12件あります。皆様いかがでしょうか。2000人に対して在留を見てみたのは全体として18人という数字を聞いて、とっても少ないとお感じになったのではないでしょうか。実は私の参与人になるまで、したがって難民の認定率が低いっていうのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを皆さんぜひご理解ください。私が参与員になったばかりの2000年代後半の頃は、申請者は300人ぐらいでした。しかし申請者に対して一律の就労可能な在留資格を認める運用をした。2000年頃からは申請者はぐっと増えました。さて、今回の改正法案では難民認定申請中の送還を停止するという、いわゆる送還停止項に例外を設け、まずは3回目以降の難民等の申請者、また外国人テロリスト等、暴力主義的破壊活動者、そして3年以上の実刑を受けた者は、難民認定の認定申請中ではあっても送還できることとしています。私はこの送還停止法の例外を設けることは必要なことだと考えています。次に、柳瀬参与員はじめ、現状の参与員制度を批判する高橋弁護士の意見です。高橋先生、いかがでしょうか。そうですね。これ、まあ、柳瀬さん自身も問題なんですけど、まあ、この柳瀬さん、柳瀬式審査というか、柳瀬さんみたいな参与員っていうのがおそらく多数を占めてしまっているっていうところが、この制度のかなり危ういところなんですよね。で、また分かりにくいところは、その少数の頑張っている参与員の先生がいるので、なんとなくこう、どう判断していいのか分かりにくくはなるんですけども、まあ、結局体制はこの柳瀬さんみたいな、まあ例えばその、まあ、ざっくり言うとこの、やってみますか、まあ、このぐらい、おお、これがまあ柳瀬さんにのケースのやつですけど、まあ、これ、まあ、読んでもらってんだかどうなんだかわかんないですけど、焦る、これはまあ、運用上一件一件でも相当深刻だと思いますし、それをもとに法律を作ったり、まあ認識が彼女の認識と一緒だと入管のナンバー2も答弁してますけど、そういう予断、命の危険のある人なんかいないんだっていう予断にまみれている状態での、まあ、立法であるとか、あるいはこの審査、まあ、もうどっちもダメなんですよね。法律のルール作るのもダメですし、この人たちに審査させるってことももうダメなので、まあ、斉藤法務大臣自身が柳瀬さんが申告しているスピードの審査は不可能であると認めました。権力側に同調する協力者を取り立てる
ということは、権力側の常套手段、とても危ないんですね。原発でも、防衛でも、権力側すり寄りの審議委員の危険性は何度も経験しています。政府の協力者は、それでいいのか、振り返ってほしいです。